フィールド自然史博物館で展示中の竜馬、2010年5月、竜馬は2007年に発見されたメスのケナガマンモスである。約4万年前に推定生後1ヶ月で死亡した。この幼いマンモスはシベリアの永久凍土の中から良好な状態で発見された。2007年5月に西シベリア地方に住むネネツ人で、 トナカイの飼育と漁師を制御にしているユーリフ・フディという男性がロシアの北極圏に属するヤマル半島で幼いマンモスの死体を発見した。この幼いマンモスは発見者の妻の名にちなんでリューバと呼ばれるようになった。リューバの体長は 114cm、体重は 50kg、体高は 85cm で大型の犬とほぼ同じ大きさであった。リュバは 保存状態が非常によく、目と胴体は全部残っており、体には毛の一部が残存していた。ただし、尾だけは欠損していた。リュー馬は CT スキャン検査を含む詳細な調査を受けるために、日本の時系医科大学に搬送された。リュー馬は自分の属するマンモスの群れと一緒に川を渡っていた。際に、深い霊姉に足を取られて溺れ。 泥を吸い込んだために窒息したものと推定された。このデ状の物質の働きは、竜馬を窒息させると同時に、ほぼ新鮮な状態で保存することになった。竜馬の皮膚と内臓器官は完全に残り、調査に当たった科学者たちは、胃の内部から竜馬が飲んでいた母乳成分を分析することもできた。腸の内容物からは、竜馬は、 現在生息している種類のゾウの若い個体と同様に食べた植物の消化を助ける正常な腸内細菌を育てるために成熟したゾウの糞便を摂取していたことも判明した。以前に発見されていたマンモスの標本で竜馬ほど完全に保存されていたものはなく、ほとんどはガ子や飢餓などの不健康な状態だった。竜馬は絵に描いたように健康なマンモスで、 皮膚や内臓器官は健全な状態に保たれていた。竜馬の歯をさらに調査すれば、コシミオの末にマンモス類を含む表記に生息していた、哺乳類が大量に絶滅した事態の原因の手がかりにつながる見込みがあるとされる。竜馬は現時点で判明している中で一番保存状態のイマンモスの標本であり、以前に知られていた。 ディーマという幼いオスのマンモスの標本を大きく凌駕している。竜馬の死体は凍結した状態で川床にぐったりと横たわった姿で発見された。これはおそらく竜馬の死体が封じ込められていた永久凍土の塊が誘拐して崖から落ち増水した川の上流から流されてきたためと推定されている。竜馬の DNA は良好に保存されていたので、 マンモスのクローン技術での復活の期待が持たれた。DNA が示すところによれば、リューバは、もともとシベリアに生息していたマンモスが死に絶えたか、生息地から追いやられた後に、ベーリング地境を経由して、アラスカからシベリアに再移動してきたマンモスの子孫で、あると考えられている。証拠には、リューバに残存していた乳子と、小スバの断面が含まれている。なお、 リューバは2008年1月2日から2月3日の間、東京駅近くの丸ビルに設けられた特設会場で展示されていた。ABCD 生命の歴史エッセイに57、氷漬けのマンモス2011年7月23日、閲覧。ABCD 生命の歴史エッセイに70、幸運の賜物、もの、マンモス12011年7月23日、閲覧。 ABC ベビーマンモスファインドプロミセスブレイクスルー2011年7月23日、閲覧。リューバは、ロシア語で、愛を意味するという。ABCD ベビーマンモスディスカバリー・アンベールド2011年7月23日、閲覧。シベリアの凍結マンモス、リューバが、来日へ、時計以外で、 CT スキャン検査アーカイブド2008年2月22日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、生命の歴史エッセイに71リュバの、シーン・マンモスに2011年7月23日、閲覧。赤ちゃん・マンモスの腸内に、母の負の発見ナショナルジオグラフィック公式日本、5サイト2011年7月23日、閲覧。ベビー・マンモス・リュバ。 プリスティンリープリザーブドオファーズサイエンティストスレアルクイントゥミステリーズオブアイスエイジ2011年7月23日閲覧 AB 生命の歴史エッセイに72絶滅のゲインマンモスさん、2011年7月23日閲覧ィーマは生後半年から1年の幼いマンモスで1977年にシベリアで発見された 奇跡のマンモス、龍馬天から3万7千年の時を超えて2011年7月23日、閲覧。ありがとうございます。